皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。どうも皆さんこんにちは、滝沢の勝成でございます。本日はこちらミキサーというマッシーについて皆様に解説をさせていただこうかなと、ご説明させていただこうかなと思います。ミキサー、まあ音をミックスするマッシーンでございます。結構ね、質問とかリクエストで多いんですよ。この間スタジオに行ったんですけども、なんかミキサーの使い方が分からなくて、ボーカルの音が出なかったとか、キーボードの音が出なかったとか、よく分からなくて、スタジオのお兄さんにお願いしちゃったみたいな、なんかそんなこと結構あるんですけれども、そんなことを思ったことはありませんでしょうか。まあ、ぶっちゃけ、ミキサーの使い方が分からなかったらね、その店員さんに聞くのが一番です。お店のものをね、借りてるわけですからね、変にこう、ちょこまかいじって壊したりとかすると大変なので、お店の人も分かんないことがあったら、できれば聞いてほしいと、実は思っておりますので、分かんなかったらね、分かんないって、すいません、ちょっと音ないんですけど、助けてくださいっていう感じで、お店の人に、素直に SOS を出しましょう。それを乗り越えてですね、ちょっと自分でもいろいろいじってみたいぜという方は、ぜひ参考にしていただけますと幸いでございます。ミキサーとはどういうものなのかについてお話をさせていただきたいんですけども、まあ、パッと見るとなんかこうね、なんかつまみがさ、すごいたくさんあって、なんかね、なんかボタンとかもすごいたくさんあるし、なんかパッと見、うわ、むずそうって感じがするじゃないですか。でもそんなことはないんです。すごい簡単です。すごいシンプルです。すごいシンプルです。まあ、そうですね、どっから話をしようかな。ちょっと長くなるかもしれませんが、のほほんと、ご覧いただければ幸いでございます。お茶でもジュースでも飲みながらのほほんとご覧くださいませ。ちょっといきなり脱線するんですけれども、丸覚えをするんじゃなくて、この仕組みを理解するって感じですかね。そのなんでなのかっていうのを理解すると、すごい手っ取り早いかと思います。例えばですけれども、なんかこう、ここを回すとでなんかいい感じになるとか、ギターの場合はここをこうするとかではなくて、なぜギターの場合はここをこうするのか、なぜボーカルの場合はここをこうするのか、なぜこのつまみを操作しなければいけないのかということを覚えるということです。丸覚えでね、ここはこういじる、ここはこういじる、ボーカルはこうする、こうするではなく、なぜそうするのかを、理解すると、どれくらいかと思います。お米も、この間、なんかこんなことを言った人がいたんですよ。同じお米の品種でもさ、その無洗米と普通のお米、白米と無洗米、例えば5キロだとしたらば、白米の5キロと無洗米の5キロって同じ品種であっても無洗米の方がちょっと高いんですよ。これなんでかわかりますか？無洗米の方がちょっと高いんですよ。なんでかわかりますか？これね、まあ、多くの人はですね、その手間賃だと考えるんですけれども、そうじゃないんです。ね、質量は違うんです。量は多いんです、無洗米の方が。量が多い。同じ5キロなのにね、量が多いってどういうことやねって感じなんですけれども、違うんです。普通にそのね、量が多いんですよ。普通にこのお米ってさ、稲の状態があってさ、稲からさ、なんかもみになってさ、で、こうもみずりをして、玄米になって、で、玄米をこうね、バーっとこうね、外側をこう引っぺがすわけですよね。そこからその1分かきとか2分かきとかある中で、白米になって、で、その白米の後ろにこの無洗米があるわけなんです。わかります？もみがあって、違うわ、稲があって、で、そこからこのもみになって、で、もみずりをして玄米になって、ここで食べれる状態です。で、玄米からその周りをこの削って、1分かき、2分かき、3分かき、5分かきとかある中で、その後に白米になって、で、その後ろに無洗米行くのが来るわけなんですよ。つまり、その米をひたすらこうね、周りから削ってって感じで、白米、無洗米ってあるわけなんです。って考えれば、なぜ無洗米の方が量が多いっていうのがわかるじゃないですか。そんな感じ。いきなり無洗米の話でなんでやねんって感じなんですけども、そんな感じでございます。なぜっていうことを頭に念頭に置いて、ご覧いただけるといいかと思います。はい。それではちょっと、まずこれシンプルなベリンガーの 602A という、ちょっと、古い卓なんですけれども、こんなのがあります。たくさんつまみがあってね、なんかわけわかんない感じなんですけれども、チャンネルっていう見方をしていきます。この縦のラインですね、縦のライン、この縦のラインが1チャンネル、この縦のラインが2チャンネル。で、この縦のラインが3、4チャンネルで、ここの縦のラインが5、6チャンネル。まあ、この書いてある通りって感じですね。例えば、ここに1チャンネルに、ボーカルの音を挿したとしましょう。この先に、ボーカルがあると思ってください。ボーカルです。マイクがあるんです。こういうのが。ペンと挿したとしましょう。こんな感じで接続します。で、ここの縦のラインで見ていくんですけれども、ここにギターの音を挿して、ボーカルの音を挿しているので、別にこの品種でも全然音関係ないんですよ。
これ2チャンネルのつまみですし、これ3、4チャンネル、これは5、6チャンネルのつまみなので、この辺回しは全く意味がないです。有効なのはこの縦のラインなわけです。で、この縦のラインのそれぞれのつまみ、何なのか、何なのかと見ていきますと、まずこの原因、ちょっとこれは後で説明します。で、その次、イコライザー、ハイ、ミッド、ローってあるんですけども、これは単純に高音、中音、低音ってやつですね。この低音ってやつを無理って持ち上げると、低音がブーンって言いますし、高音のところをブリッと持ち上げると、シャーッつってこう、ね、耳や触りな、やかましい音になる感じなんです。もしこの辺分からなければ、とりあえず12時って言い方をするんですけれども、真ん中の位置に合わせておくと良いかと思います。で、その次、オグジュアリー、よくあるじゃないですか。なんかこうデジタル機器で、AUX、大文字で AUX ってやつ。まあ、これは外部入力。外部入力と言ったりするんですけれども、オグジュアリーの略です。オグジュアリー。覚えておきましょう。ワンポイント、オグジュアリー。オグジュアリー。グーオグジュアリーです。これ何なのかと言いますと、これまた後でちょっと、説明をしますね。オグジュアリー。で、その次、パンと言います。パン。これも、パンニングって言い方をするんですけれども、覚えておきましょう。パン。パン。グー何なのかと言いますと、その左右に振るということです。このパンニングを右にこうブッと持っていくと、Y って書いてある通り、右から音が出ます。で、これはブッとこっちに持っていくと、レフトから音が出ます。例えば、僕のこの両脇にスピーカーが2台あったとします。こっち側とこっち側。で、こうね、右の音が小さいなとか、左のとか大きいなとかと思ったら、このパンニングでこの調整をするわけですね。なんだろうな。2つのスピーカーから、その複数の楽器を演奏することをイメージしたらいいかな。2つスピーカーがここにブンブンとあります。で、僕の後ろにそのベースとかドラムとか楽器陣がいたとしましょう。ギターとかベースとか。で、もしベースの人がこっち側にいたならば、僕のこっち側にいたならば、なんかベースの音はこっち側に寄った方がなんか少し自然な感じですよね。ベースの人がこっち側にいるのに右からブーって音が出てきたらちょっと不自然な感じがするじゃないですか。なんで、ベースの人が左側にいたら左からちょっと音を流してあげて、右の方にギターの人がいたらギターを右の方からブーって流してあげて、で、真ん中にドラムがいたならば真ん中、両方均一に鳴らしてあげて、っていう感じで、パンニングって言い方をするんですけれども、左右に振りたいときにこれを使います。でも基本的にリハーサルスタジオとかでパンニングすることはあんまりないと思うので、真ん中で大丈夫です。もしリハーサルスタジオでそのパンニングをしなければいけない、パンニングをする必要があるとしたならば、ボーカルの人が自分の音をもっと聞きたいぜと言ったとき、ボーカルの人がもっと自分の音を上げてくれと言ったとき、でもベースの人とかドラムの人が、いや、ボーカルはこれ以上上げなくていいよっていうとき、そういうときは、ボーカルの方に近い方のスピーカーに寄せてあげることで、ボーカルをね、自然に上げることができますよね。ボーカルの人に近いスピーカーの方にパンニングを寄せてあげると。そんな使い方もできます。それがオグジュアリー。じゃねえな、パンニングです。で、一番最後に来るのはレベルってやつです。これはまあ単純に音量と思っていただいて大丈夫です。音量。これをブンと上げれば音がバーンってでかくなるし、ガーッと下げれば全く聞こえなくなるっていう感じです。ざっと説明してみると、そんな感じです。これがね、1チャンネル、2チャンネル、3、4チャンネル、5、6チャンネルって感じで、共通同じような意味合いで、並んでるだけなので、すごい簡単かと思います。この一列が理解できれば、ここまで理解できるってことですからね。全然シンプルじゃないですか。で、さっき飛ばしますって言ってたんですけれども、この原因のつまみ。これなんで存在するかと言いますと、これもね、一つのボリュームみたいなものなんですよ。一つのボリュームみたいなものなんです。これをブリンって上げれば音量が上がるし、ブリンって下げれば音量が下がると。では、なぜボリュームがここにもここにも2つ存在しているのかという話になると、この入力するレベルって言い方をするんですけども、入力をする音量が1チャンネルと2チャンネルで極端に違う場合ってすごい扱いづらいんですよ。例えば、1チャンネルにこれ今ボーカルの音さしてます。ボーカルのです。じゃあ2チャンネルに、また別のこれ男性ボーカル。じゃあ、ここに女性ボーカルを写したとしましょう。で、男性ボーカルの人はね、すごいもう音量がね、もうすごいでっかいからね、声がでっかいから、もうすごいバーンってこういい感じに入力されるんですよ。けど、女の人はね、ちょっとこう声量が弱くて、ちょっと音が小さいぞと。なんで、その男の人はね、すごいうるさいから、割とちょっとでもいいんだけれども、ちょっとでいいんだけれども、女の人はね、声が小さいから、ガーッと上げなきゃいけない。こんな感じ。こうなってしまうと、もし、こっから全体的に音量を上げようと思ったら、
全体的に2人とも音量上げようと思ったら、男性の方はブリッて上げればいいですけども、女性の方はブリッて上げるとやべ、これ以上上がんねえぞっていう時が来るわけじゃないですか。こうなった時にちょっと問題なんです。もしくはこのね、差がありすぎて扱いづらいっていうのもあるんですけれども、その時にこの原因っていうのが登場。男性の方は小さくても構わないから、入力が大きいのでレベルは小さくても構わないので原因はゼロに設定しますけれども、女性の方は入力が小さいんで原因の方でちょっと一回持ち上げてあげます。そうすると原因の方で持ち上がってるから、このレベルのつまみが男性と女性が同じぐらいで調整をすることができるんです。こんな感じでね、女性はあっち、男性はこっちって感じであっちこっち向いてるよりも、ある程度このね、向きが揃ってた方が扱いやすいっていうのもあるんですけれども、さっきみたいに全体的に上げたいとか、全体的に下げたいとか、なった時に、操作しやすい、扱いやすいということで、この原因というつまみが存在します。こんな感じで入力に対して一回調整をするためのボリュームっていう考え方が、良いかなと思います。原因がある択、ない択あるんですけれども、この場合は1チャンネルと2チャンネルに存在するみたいです。3、4チャンネル、5、6チャンネルに原因はない。ので、こんな感じでチャンネルによってね、つまみとかエフェクトが違ったりする場合も多々あるんですが、この択の場合は1チャンネルと2チャンネルに原因というつまみが存在します。そんな感じ。どうですか？何となく分かってきましたか？何となく見えてきましたか？その次の列に行ってみましょう。3、4チャンネル。3、4チャンネルに関しては、その名前の通り、この列に3と4がまとまっています。1、2に関しては、1個ずつ指してたんですけども、3、4に関してはまとまっております。これどういうことかと言いますと、どういう時に使うのかと申しますと、キーボードとかをイメージしていただくと、良いかと思います。もしくは iPhone とか iPad とかの機器から音をこちらに入力するときをイメージしてください。iPhone とか、なんかこの Mac プレイヤーとか、なんかこういうミニジャックっていう、ケーブルで挿すときって、まあ、よくあるじゃないですか。イヤホンとか特にそうですよね。で、イヤホンは、右と左の2チャンネルで聞いてるわけなんですけども、右と左別々のチャンネルなわけですよ。わかります？別々のチャンネルです。で、イヤホンジャック挿しました。で、ここから今、右と左がちょっとケーブル短くて挿せないですけども、まあ、こんな感じで2チャンネル出てるわけなんです。で、この2チャンネルに関しては別に、なんていうんだろうな、別で管理する必要はないじゃないですか。同じ音源なんで、iPhone から流れている同じ音源を2つに分けているだけなので、別々で管理する必要はございません。なので、こういう時に便利。この、ものの方にブブッと刺すと、こんな感じです。まあ、こういう光景見たことありません。こんな感じで3、4チャンネルにまとめて入力をすることで、そのまま、ステレオで流すことができます。で、ここからイコライザーとかね、オグジュアリーとかバランスとか、パンニングじゃなくてバランスっていう表記になってますけども、要はこれパンニングです。同じです。で、レベルに関しても同じ。こんな感じで、モノラルモノラルの2チャンネルの時を、想定してまとめて使う時に、出てくるって感じですね。3、4チャンネルと5、6チャンネルはそんなイメージです。で、この隣になってくると、コントロールルームアウトってあるんですけども、これは、まあ、あんま使わないと思うから、気にしなくていいです。コントロールルームアウト。とりあえずなし。で、その次メインアウトってあるんですけども、このメインアウト。ここ大事です。メインアウト。このメインアウトのところに、そのスピーカーとかの、出力する機器を接続するわけです。このタグ自体にはね、その音をミックスする機能はあるんですけれども、音を出す機能、つまりスピーカーの機能を持ち合わせてないわけなんですよ。なんで、ここで音をミックスして、ベベベベと音を作ったり、イコライジングしたり、パンニングしたりとかして、音を作ったならば、音を鳴らすスピーカーという装置に一回流してあげる必要があるわけですね。ここで登場するのが、普通の、ポン端子のケーブルでございます。まあ、普通にギターのシールドとかイメージしていただければ、まあ、こんな感じ。本当はまあスピーカーのケーブルとかの方がいいんですけれども、まあこういうところから、このコントロールアウトからブッと刺して、タクの方に行っているという感じです。まあ、リハーサルスタジオとかの場合はね、もうこのメインアウトのところは必ずスピーカーケーブルで接続してくれているので、気にする必要がないんですけれども、まあ、メインアウトの LR とあるように、レフト、ライトのところに、それぞれスピーカーを接続するケーブルを挿して、アウトするという感じです。
で、大体この辺にメインミックスとかね、メインボリュームとかトータルとか、そんな感じの名前があったりとかするんですけども、ここに必ず、ボリュームがございます。必ずっていうわけでもないけども、まあ、ほとんどここにボリュームがあります。これ、トータルのボリュームです。もうここでミックスして音を作り込んでバババッとやった上で、最終的にこのメインアウトからどんぐらいの音量を流すかっていうボリュームです。全体のボリュームってことですね。なんで、何かこう接続したりとか音を切ったりとかするときは、こっちでレベルを下げておくことはもちろん、できればこっち側の方のメインアウトの方も下げておくと、何かと安心かなと思います。これがトータルのボリュームということです。こんなノリです。どうでしょう。で、フォンズってありますけども、このフォンズに関してはそうですね、そのフォンの名前の通り、フォンをつなげます。こういうやつ。ほいほいほい。まあ、ヘッドホンとかイヤホンとか何かしらのフォンです。こういうのを接続して置くわけですね。これはなぜこんなことになるのかと言いますと、ですね、このメインアウトの隣にフォンのアウトのつまみがあるんです。これ。これどういう時に使うのかと言いますと、まあ、ライブとかイメージしていただければいいかな。ライブとか。ライブとかの会場でメインスピーカーから音を流したくないんだけども、音は鳴らしたくないんだけども、一回確認したいぞっていう時あるんですよ。ここのミックスしてる音がどんな感じになってるのか確認したい時。そういう時にこのフォンを使います。このところをプンって上げてあげれば、イヤホンからミックスした音は流れますけども、メインスピーカーの方からは流れません。そんな感じの使い方です。もしくはメインスピーカーの方にバーッと流してるけれども、もっと細かく、もっと緻密に、もっと精度よくミックスをしたいなんていう時は、イヤホンをして、さらに細かく調整をしたりとかするんですけれども、こんな感じでね、本にさせば別系統で扱うことができるという、そんな感じのノリになっております。で、このコントロールルームアウトに関しては全く一緒ですね。メインアウト、フォン。メインアウト、フォン。そしてこのコントロールルームアウト。これは何なのかっていうと、モニターをイメージしていただければいいかな。さっき言ってたこの、オグジュアリーかな、この辺をいじると多分、このコントロールルームアウトもこれ流れると思うんですけれども、まあこれはあんま使うことないと思うから、ちょっとすっ飛ばしましょうか、別の外部入力という感じでございます。で、このベリンゴの場合はね、テープインとかテープアウトとかあると思うんで、まあこの辺は使わないから、まあ気にしなくてもいいでしょう。あと大事なところとしては、そうだな、この 48V ってやつかな。プラス 48V。よく見かけるじゃないですか。ファンタム電源とか、プラス 48V とか書いてあるときがあるんですけれども、これ何なのかと言いますと、コンデンサーマイクというものを使うときに、このスイッチを押す必要があります。コンデンサーマイク。まあ、どんなマイクかというと、こういうマイクですね。ちょっと大きめな、てっぷりしたマイク。なんか普通のボーカルマイクと違って、ちょっと大きくて、なんかすごい、いかつそうな感じがするじゃないですか。なんかすげえいい音取れそうな感じがするじゃないですか。このマイクって、すごいちょっとした電力なんですけども、電源が必要なんですよ。接続しただけで音が出ないんです。ミキサー側からある程度電力供給をしてあげないと、このマイクっていうのはね、音が拾えない仕組みになっているので、そのための電源ボタンが、このファンタムとか 48V のスイッチって感じです。普通のダイナミックマイク、ボーカル用のマイクとかイメージしていただいていいと思うんですけども、そういったマイクに関しては、電源は必要ないんで、これはオフにしておきましょう。でも、この1か2、どっちかに、ファンタム電源が必要な機器、つまり、DI、ダイレクトボックスとか、コンデンサーマイクとかがあった場合は、このボタンをプチッと押し上げて電源供給をしてあげる必要があるということです。こんな感じ。結構長くなってきたな。まあ、なんとなく、ざっくりイメージはつかめたかと思います。で、これのまたね、ちょっとややこしいバージョンというか、ちょっと次のバージョンが、まあこんな感じのエフェクト付きのタクになるんですけれども、ちょっと長くなってきたので、またこんなにしましょうか。でもこれに関してはね、別にそんな変わらないんですよ。なんかこの、スイッチがちょっと増えたとか、コンプレッサーがちょっと増えたとか、リバーブとかが増えたとか、なんかエフェクトが増えたぐらいで、もう基本的な概念もほぼほぼ一緒です。ちょっとプラスアルファの要素が多くなってくるんですね。そんな感じで、なんとなく参考になりましたでしょうか。ちょっくら、ややこしく感じたかもしれませんけども、慣れてしまえば全然ちょろい話でございます。最後に、名前の確認だけしておきましょうか。名前の確認。結構皆さんね、その機器の名前とか、意外とわからないとかあったりとかすると思うんで、この辺で最後に機器の確認をしておきましょう。まずこれ、ギターとかでよく使うジャックってやつですね。
フォンジャックとか TS プラグとかって言われるんですけれども、これがまあ基本の標準プラグになります。基本の標準プラグです。で、ここから、ちっちゃいのもあったりとかするわけなんですけれども、それはイヤホンとかをイメージしていただければ良いかと思います。イヤホンとかであるプラグ。これ。見えるかな？これがミニジャックとかミニプラグって言われるものです。これがジャック。で、この一つ下がミニジャック。で、さらにもう一つ小さいマイクロジャックとかあったりするんですけども、その辺はあんまり、使わないので覚えておかなくてもいいかなという感じです。TS と、ミニジャックという感じです。で、よーく見てみると違いがわかるんですけれど、ちょっとわかるかな？見えるかな？このジャックの先端を見てもらっていいですか？この TS プラグはこの黒い帯が1個しかないけど、こっちに関しては黒い帯が2つあるんですよ。これ TRS って言われるんですけれども、同じジャックの仲間ではあるんですが、こっちはモノラルなのに対して、こっちはステレオです。こっちはステレオ。このモノラルモノラルの2本の端子がまとまったものがこっちって感じです。こっちのモノラルに関しては、ね、2つこうブブっていかなきゃいけないんですけども、こっちは1本でブンと進むという感じです。まあ、イヤホンとかをイメージしていただければ良いかと。さっき見せた、このイヤホンとかでよくあるミニジャックの大きいバージョンという感じです。こっちが TS。こっちが TRS。そしてミニジャック。という感じです。ややこしいですね。で、マイクとかでよく使われるこのケーブル。これはそのキャノンと言われます。バランス接続って言われる、三振の接続になるんですけども、バランス接続をするためのキャノンケーブルです。キャノンケーブル。で、よく、最近見かけないか。最近 HDMI だからな。なんか昔はその VHS とかさ、なんか DVD レコーダーとか、PlayStation とかでよく見かけたんですけども、こういうやつ。これに関しては RCA プラグと言います。RCA。こっちにもちょっとありますね。RCA 刺すところが。このテープインとか、こういうところに、ブンと刺すと。基本的に白が左で、赤が右です。で、映像に関しては黄色。まあ、映像はあんま使わないと思うんですけどね。まあ、この白は左で、赤は右。これだけ覚えておけばいいかと思います。これはもうどの機器でも共通。まあ、わかりやすいように色付けされてますけどね。その辺は覚えてても損はないかなと思います。L と R をだと繋ぐ。これがまあ RCA プラグってやつです。覚えましたでしょうか。最後に確認でございます。これは、マイクとかで使うこのケーブルは、なんてケーブルでしょう。ピポン、キャノンケーブル、オレイ。じゃあ、ギターとかで使うこのプラグは、なんて言いますでしょう。ピポン、ピポン、標準ジャック、ジャック、フォンジャック、TS プラグ、いろんな名前があるんですけど、まあ、その辺の名前が出てくれば OK です。で、最後に、イヤホンとかヘッドホンとかでよく見かけるこのプラグは、ミニジャック、ミニフォンプラグとか言われるやつでございます。そんな感じで機器の名前とかケーブルの名前とかを覚えておくと、何かと便利かなと思いますので、よかったらその辺も覚えておいてくださいませ。それではちょっくら長くなってきたので、とりあえず今回はこのくらいにしておきましょう。次回の時はちょっくらこのエフェクト付きの、タグの方も行ってみたいと思います。まあ、実際に音を出した方が分かりやすいと思うので、次の時は音を出しながら、音を鳴らしながら、タグをいじっていきましょう。もしよろしければね、感想とか質問とかリクエストとかを、コメント欄の方にババッと、残してみてくださいませ。ここが分かりやすかった、ここが分かりにくかった、そんなコメントもしていただけますと大変参考になります。そして最後に、私、滝沢勝成、ツイッターやっておりますので、よかったらツイッターの方もフォローしてみてくださいませ。TAKIJAW、TAKIJAW、KI か。TAKIJAW、滝沢という名前で、ツイッターやっておりますので、よかったらフォローしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら、バッハハイ。